ここは列車の中、マインツからケルンへ、進行方向右側の車窓にはライン川の雄大な景色が流れていく。旅の目的はケルン音大バロックチェロ科への入学試験。日本に比べこちらドイツは古楽器が弾けなければ受けられない仕事も多く、私は新たにバロックチェロを学ぶことを決意した。夏の休暇が明けた頃から再びコロナ感染者が増え始めたドイツ。これはそんな渦中での入試体験記。コロナウイルスへの感染対策で今回の入試に例年通りは通用しない。受験票とともに送られてきたいくつもの注意事項。例えば当日大学へ入館できるのは個人に与えられたリハーサル時間の10分前からのみ。その後受付を済ませると受験者1名に対し1人の案内人がつき、まずは手洗いを指示される。もちろん口元にマスクは必須。リハーサル時間中も緊急時やトイレ以外、大学構内への勝手な出歩きは厳禁。試験の順番が回ってくると再び案内人が部屋を訪れる。特に例年と大きく違ったのは合否の発表方法だった。日本では考えられないことに、こちらの音大では受験者全員の試験が終わると当日中に試験官の先生から自分の合否を聞くことができる。けれど今年は自分の演奏が終わればすぐに大学を退出しなければならない。試験の演奏直後、チェロをしまう私に先生は、それが本当にコロナ対策のためなのか、不合格だったからなのか。そこから約1週間眠れない夜が続いた。無事に合格はできたものの、その喜びもつかの間、この直後からコロナ禍中での書類集めや新居探しからの引っ越し騒動が幕を開けるのですが、それはまた別のお話。